なあ、周りの男みんな見てるだろ。術者には分かんないみたいだけど。なあ、本ばっか読んでないで、たまには体鍛えたらどうだ？鍛えてるの。本当かよ。何よ、嘘だって言いたいの？違うのか？違うわよ。ちゃんと走ったりして鍛えてるんだから。いまいち信用できねえな。だったら勝負してみる？競争したら私の方が早いかもね。そこまで言うんなら受けて立とうじゃないか。ある岩山にどっちが先に着くか勝負よ。準備はいい？ああ、いいぜ。じゃ、よーい、スタート！って言ったら走るのよ。遅かったな。アナ、ちょっと休んでいかないか。おい、起きろよ、キャロル。なーに？寝過ごして、夜になった。いつの間に。あ、早く宿屋に戻らなきゃ。
どうした？帰れない！は？いいから来てよ！ねえ、どうしよう。キャロル、町まで泳いで行って、船持ってきてくれ。いやよ！あんたが行きなさいよ！俺じゃダメなんだ。どうしてダメなのよ！どうしてもだ！だからお前が行ってこい。あたしもどうしてもダメなの？なんでダメなんだよ！理由を言ってみろよ！あんたこそどうしてダメなのよ！訳を言いなさいよ！お前の理由、当ててみようか。うん。泳げないんだろ。なんでわかったの？俺も泳げないから。どうしよう。明日になれば潮も引くだろう。それまで待つしかないな。のろしを上げて救助を待つっていうのは？そんな大事じゃないだろう。騒ぎ起こしたいのか。それに、こうなったわけ聞かれるぞ。じゃあさ、明日まで待てないのか、お前は。だって、待つってことは、ここで野宿でしょ？しかも、あんたと二人で。そんなこと気にしてたのか。別に何にもしねえよ、お前なんかに。どういう意味よ、それ。言ったまんまだ。変なことしたら許さないんだから。聞いてるの？ああ。お墓がある。ここは眺めいいからな。魂も安らかに眠れるんじゃないのか？ねえ、そっちの方で寝ていい？なんで？だって怖いじゃない。お墓あるし、夜だし。来いよ。うん。変なことしないでね。
キャロル、起きろよ。逃げるぞ。のことなんだけど、耐久モンスターバトルで決着つけない？ああ、いいぜ。
これで決着ね。ああ、負けないぜ。そんなの俺の勝手だろ。な、何よそれ。その足、早く手当てした方がいいな。平気よ、これくらい。次の試合だって出るんだから。ちょっと何すんのよ。離してよ。あんまり動くなよ。足の腫れがひどくなるぞ。私の怪我のこと気にしてギブアップしたの？全然余裕だったのに。ねえ、答えてよ。どうだっていいだろう、そんなこと。よくない！全然よくないよ！足、痛むだろうけど、もうちょっと我慢しろよ。どっか手当てできるところに連れてってやっからよ。バカ、どう対応したらいいか分かんないじゃない。バカ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 。少し黙ってろ。バカ。
どうした？ため息なんかついて。ちょっと疲れ気味なのよね。温泉？俺、この町の出身だけど、温泉があるなんて聞いたことねえぞ。どうする？お湯があまり熱くないなら行きたい。だそうだ。こっちは女湯だぞ。はん。おい、キャラル、暑くないか？すっごく暑い！私、すぐ上がるから！あっ！よ。あのな、俺は別に。やったか、こっち見るな、ファイヤーボルト。ドラッグ。エッチ、変態、なんでいるのよ、ファイヤーボール。スケベ！最低！早く出てって！エクスプロージョン！
ねえ、ベストカップルコンテストに一緒に出てよ。あ？なんだそりゃ。いろんなことやって、どのカップルが一番お似合いか決めるコンテスト。なんで俺がお前とそれに出なきゃなんねえんだ。コンテストの商品欲しいんだけど、他に男の知り合いいないから、しょうがなく頼んでんの。しょうがなく頼まれて出られるかよ。商品ならちゃんと分けるよ。ねえ、一緒に出てよ。ああ、わかったわかった。出るよ。出てやるよ。もし選ばれたら、商品は全部お前にやるよ。え？くれるの？後で返してって言っても返さないよ。んなこと言わねえよ。
ロル、後ろに立ってるのは知り合いか？誰もいないじゃん。お前には見えないのか？おい、いつまでくっついてる気だ？だって、お化け。あれは嘘だよ。厄介なの引いちまった。で、どうする？すればいいじゃない。嫌じゃないのか？本のためだもん。涙を飲む。見上げた根性だよ。ほら、商品。キスってこんな感じなんだ。あ？何？なんでもない。それより商品、商品。キスだね。なんだ、今になって後悔してんのか？別に、覚悟してたことだし。ああなるって分かってたのか？前のコンテストの時もそうだったから、今度もそうじゃないかなって。それじゃあ前のコンテストの時もこの町来てたのか？来てたっていうか、この町に住んでたんだ。その頃は私この町の出身なんだよね。引き換え券1枚あげよっか？どういう風の吹き回しだ？別にいいじゃない。いいよ、お前に全部やるって言ったんだから。図書館の本ってお堅いのばかりじゃないよ。あ
んたが好きそうなのもあるんだから。例えば？世界の珍品料理とか、誰でもできる罠の作り方とか、人を騙すテクニック集とか。俺がそういうの好きそうに見えるか？違うの？本もあるよ。欲しくなったら来てね。取っとくから。読書が進まない。気分転換でもすればいいだろう。そうしよう。気分転換って何すればいいの？俺に聞くなよ。好きなことすりゃいいだろう。趣味とかあるんだろ？趣味、読書。散歩でもするか。なんでここに来るわけ？別にいいだろう、散歩なんだから。あたし、ここやだな。ここに来ると、わけもなく悲しい気分になるから。似合わねえこと言うな。なんで？出るって言うと？幽霊だってよ。後ろに若い娘のキャロル。冗談だって。からかっただけだってば。おい、おい、目を覚ませってば。おい。
気がついたか。大丈夫か。この体しばらく借ります。は？すみません、どうしても伝えたいことがあるんです。おい、どうしたんだキャロル。この体の持ち主、キャロルさんって言うんですか。お前、何言って。私の名はエレン。1年前、ここで死んだものです。ありがとうございます。私のわがままに協力してくれて。どうかなさいました？私が何か気に障るようなことでも。そうですよね、親しい方の体に取り憑かれて気を悪くしない方がおかしいですよね。すみません。ああ、もう頼むから、その顔と声でありがとうだのすみませんだの言わないでくれ。どうしてですか。いいか、その体の持ち主は間違ってもありがとうすみませんなんて言わねえ。ひねくれたやつなんだよ。だからそんなこと言われると気色悪くてしょうがねえ。ファイヤーボルト！どわっ！なんだ？一瞬だけ本人の意識が私の意識を押しのけて。ところで、あんたの好きなやつってどんなやつ？それ聞かないと探しようがねえからな。すごく地味な感じの人で、あまり目立たないタイプです。そんな特徴でどうやって探せってんだよ。そいつがいそうな場所とかわかんねえのか。彼ならあなたの後ろにいますが。だったら早くそう言え。
すみません。質問には答えるように教えられて育ったもので。あいつだよな。はい。そんじゃ、あとはしっかりな。どうだった？振られました。そっか。あの、ありがとうございました。これで心置きなく成仏できます。でもその前にちょっと頼まれてくれませんか？なんだ？本人の意識が戻ったら、今度はあなたの番よと伝えてください。私のようにならないために。ああ、伝えとく。それでは、さようなら。ああ。お、気がついたか？うん。あ、そうだ。取り付いてたやつがな。今度はあなたの番よ。だったよ。知ってる。少しは意識があったから。あのさ、私も聞いてもらいたいことあるんだけど。なんだ、言ってみろ。遥か古の時代より火を司るものよ。炎を喰らい生き続けるものよ。ついて気絶させるからよ。はん。どうした？暗い顔して。らしくねえぞ。そう？
なあ、今日の夜空いてるか？うん。じゃ、夜になったら噴水のとこに来てくれ。そこで。噴水のとこでね。私準備するから。お前、その格好でモンスターバトルに出る気か？モンスターバトルって何とぼけてんだ。今日この近くでモンスターバトルやること知ってんだろ。だから準備するって言って。キャロル？そうだよね。あんたが私のこと、勝負以外のことで誘うわけないもんね。え？じゃあお前？私、バカみたい。この町に住んでたんだ、その頃は。私、この町の出身なんだよね。なんだ、今になって後悔してんのか？別に、覚悟してたことだし。ああなるって分かってたのか？前のコンテストの時もそうだったから、今度もそうじゃないかなーって。戻ったら、今度はあなたの番よ、と伝えてください。私のようにならないために。Thank you.
ってよ、バカ。どう対応したらいいか、わかんないじゃない。あんたたちに頼みがあるんだ。そこをなんとか頼む。どうしてもあげてほしい魔法花火があるんだ。だったら一生働いて払う。
花火、見てなかったらどうするつもりよ。それでも、待つだけさ。バカじゃないの？ああ、そうさ。俺はバカだよ。大バカ野郎だよ。お前がいなくなってから、自分の気持ちに気づいた大バカだよ。行くなよ、キャロル。どうして急にさよならだなんて。デートだと思ってここに来たのに、あんたには全然そういう気がなくて。私のこと、女として捉えてないんだなって思えて。そしたら、もうあんたのそばにいられる気がしなくて。だから。お前は、俺にとって、たった一人の女だよ。ジンクスのことは知らなかったんだ。ごめん。謝らないでよ。悪いの、私じゃない。勝手に勘違いして、勝手に期待して。ずっとそばにいろよ。お前が好きなんだ。なんか言ってくれよ。嫌い嫌い嫌い大嫌い。の反対。ひねくれ者。それはお互い様。あるんだけど。ここは？あたしの秘密の場所。小さい頃よくここで魔法の練習したんだ。魔力を抑える結界が張られてるから練習にはうってつけなのよね。なんで、また俺をここに？あんたには秘密とか、そういうのなくしたいから。なんだ？なんだ、ドアが閉まっただけか。
来た時、ドアなんてなかったのに。あ？じゃあ、このドアは？とりあえず、開けば問題ないでしょ。まさか。開かない！鍵がかかってる！ちょっと変われ。ほんとだ。押しても引いてもびくともしねえ。ちゃんとドアノブは回してるのに。私たち閉じ込められちゃったの？なーに。こんなドア、俺の剣で壊してやるぜ。剣じゃダメみたいだ。ここはお前の魔法で。ダメ。この中じゃ魔法の威力はいつもの半分以下だもん。鍵が開けられるのを待つしかなさそうだな。うん。誰も来ないね。私たち、このまま。そういうの、らしくねえよ。私、あまり強くないよ。あんたが思ってるほど、私は強くない。今も不安でいっぱい。一番言いたいこと言ってないから不安。私に取り付いた人みたいになるんじゃないかって。お前の気持ちは前に聞いたよ。あの時はずるい言い方だったから、もう一回。あんたのこと好きだよ。あ、恥ずかしい。でももう恥ずかしがってなんかいられない。ここから出られないかもしれないから、思い切って言いたいこと全部言う。ずっと好きだったの。好きだって言ってほしいの。キスしてほしいの。強く抱きしめてやるよ。